戻ってきたんか。え、じゃああいつまた悟空の体に戻ってきたんだな。そうか、いらん心配をかけさせやがって。オラんとこ戻ってくるまでおめえ何してたんだ。本当か？おめえ21号と一人で戦ったんか。何？ではさっき一瞬だけ感じた妙な気は21号のものだったということか。ちょっと待て、戦ったってことは誰かとリンクしてたってことだろ。この辺りに誰か戦えるやつが眠ってるのか。しかしそれらしい気は感じられん。今は気を消しているか、あるいは、うん、いずれにせよ今は21号を倒すことを最優先に考えるべきだろう。弱ったな。あいつまだパワーが十分じゃねえって言ってたけど、まだ強くなるんか。菓子なんか食ったって腹膨れねえし力も出ねえだろうにな。やつの食の好みなど知らん。それよりどこまで強くなるかが問題だ。もうここで言い合っていても何も変わらないでしょ。あんたたちお得意の木とかでさっさと21号を探して倒しなさいよ。そうしたいところなんですけど、さっきから木探ってんだけどよ、全然見つかんねえんだ。おそらく21号はセルのようにコントロールして木を抑えているのだろう。ま、すぐに見つかんねえもんは仕方ねえよな。まずはオラたちができることをすればいいさ。となるとまずはこっちの戦力を増やした方がいいな。ああ、まだ見つかっていない奴らを探し出すのが一番有効だろう。まったく、こんな時にベジータのやつどこ行っちゃったのよ。もうったく、いつもは偉そうなくせに肝心な時にいないんだから。まあまあブルマさん、そう言わないで、きっとすぐに見つかりますよ。お、そうだ、リンクにも慣れてきたしよ、今ならベジータの木も見つけられっかもしんねえぞ。早速試してみっか。この木は間違えねえ、ベジータだ。本当？見つかったの？やるじゃないソン君。へへ、そんじゃ早速ベジータのやつを助けに行くとすっか。確かにこの辺りにいるはずなんだけどな。おい、あれ見ろ。ベジータ、あなたの命もこれまでですよ。いかん。あなたは、おやおや、皆さんお揃いのようですね。ですが惜しいことをしました。ベジータはあの女の餌になる前に処分しておきたかったのですが。あの女の餌？もっとも餌という意味ではあなたたち全員がそうなのですけど、いい機会です。ここで全員始末して差し上げましょう。お待ちください、フリーザ様、我々もお手伝いいたします。リクーム、バーカー、チーズ、リゲダ、ゲニュー、ニラ、ソッパッテ、ゲニュー、突然隊。相変わらずというか、なんというか。なあクリリン、あれ意味あんか。
まあいいでしょう。では全員まとめて始末するとしましょうか。なるほど、セルが苦戦した理由が分かりましたよ。まさかここまで力を引き出すことができるとは。残念だったな、フリーザ。ここで始末されるのは貴様の方だ。今から貴様は消えてなくなるわけだが、その前に教えろ。おや、何です？俺たちがあの女の餌になるとはどういう意味だ？21号の目的は俺たちを倒すことではないのか？いいでしょう。私に善戦したご褒美に教えてあげます。フリーザ様、こいつらに情報を与える必要は。いいではないですか。こうして恐怖心を煽ってやるのも一興です。あの女、あなたたちに合わせて21号と呼びますがね、21号は人間を捕食することで戦闘力を増強できるのです。なんだって？主にお菓子に変えて食べるようですがね。まったくふざけたやつですよ。なるほど、そういうことだったのか。マジかよ、そんな方法で力を吸収するなんて。まるでセルやブーみてえなやつだな。だがそういうことなら、21号に捕食される前にこいつらを見つけられて幸運だったわけだ。バカなことを言わないでください。21号はおい、あなたたちにもやられるつもりはありません。逃げるつもりか、フリーザー。ギニエさん、お任せください。グルド、金縛りの術だ。しまった。体が動かねえ。それでは皆さん、近いうちにお会いしましょう。俺が気を失っている間にそんなことがあったのか。だが隙をつかれてフリーザに逃げられるとは、貴様ら相変わらず詰めが甘いな。グルドの超能力のことはナメック星で戦って知っていただろうが。いや面目ない。ちょっとベジータ、あんまり偉そうなこと言うもんじゃないわよ。あんたなんかみんなが頑張ってる間グーしか寝てただけじゃない。まあまあ、今は夫婦喧嘩してる場合じゃないっすよ。
そんなことより21号に逃げられてから随分時間が経っている。ああ、フリーザの話が本当ならかなりパワーアップしてるかもしれないぞ。そうよ。早いとこやっつけないとまずいんじゃないの？やっぱ21号の気が探れねえんだよな。その21号とやらがどれほど強くなろうと俺がぶっ潰してやるまでだ。やれやれ、カッコつけちゃって。言ってもよ、おめえずっと寝てたから21号のこと知らねえじゃねえか。パカッと、貴様は黙っていろ。ベジータ、自信があるのはいいが、21号と戦う前にリンクに慣れておけよ。今の俺たちはリンクをしないと力が出ないことを忘れるな。ふん、そんな戦い方は気に食わんな。波動の発生源がわからないのだから諦めろ。おいおい、喧嘩すんなって。それによ、ベジータ、おめえがフリーザにやられそうになった時守ってくれたのはピッコロだぞ。自分の都合で勝手にやったことだろう。俺には関係のないことだ。ああ、そうだな。それに貴様に礼を言われても気持ちが悪いだけだ。なんだと？はは、確かに気持ち悪いな。ふん。なあ、みんな、とりあえず今はさ、居場所の分かってる敵をなるべく倒しておかないか。21号が強い相手を捕食してこれ以上強くなるのを防ぐためにさ。確かにそうだな。クローンと戦うことでリンクの練習にもなるだろう。よりによってこの俺が他人の手を借りなければ戦えんとは。やむを得ん。今回だけだからな。